皆さんこんにちは。アロハー。いつもご視聴ありがとうございます。みなみです。今日はいつものハワイ情報ではありません。1年半前に里帰りをした娘が住むフィンランドへの旅行動画です。いつもと違うハワネコチャンネル、最後までぜひご覧ください。玄関のところで、スーツケースのところで待ってんの。もうわかるのかもしれないですね。ベイビープリンセス、いい子にお留守番しててくださいね。エレナちゃんとミーナちゃんに会ってきますよ。こんないっぱいスーツケース、ほとんど娘へのお土産なんですけど、今何時かっていうと、今4時、朝の4時13分。外はまだ真っ暗。決してごめんね、行ってくるからね。バイバイ。バイバイ、ベイビー。またね。今、Uberを待っているところです。1週間ぐらい前に、4時半に迎えに来てくださいってリクエストを入れました。なので、間もなく来る頃だと思います。WBX291 ライセンスプレートを確認したいと思います。朝4時半に Uber を呼んだのは初めてでしたが、とってもいいドライバーさんでした。朝早くありがとうございます。さて、フィンランドまでは1回乗り継ぎがあります。ホノルルからロサンゼルス、ロサンゼルスからヘルシンキ、乗り継ぎ時間含めて約20時間の旅になります。ちなみにフィンランドとは今13時間の時差があり、ハワイが朝7時だとフィンランドは夜の8時。私がおはようと言うと娘はおやすみなんですよね。太陽が昇ってきました。まもなく離陸です。この加速の瞬間が好きです。ドキドキワクワクします。Remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off.ロサンゼルスに着きました。これからフィンランド行きのゲートに向かいます。Thank you。 ヘルシンキ着きましたよ。ムーミンコーヒーだって、かわいい。ヘルシンキ空港に着きました。今荷物を受け取ったので、これから娘が待つ出口へ向かいたいと思います。こんな感じです。どっかにジェニーがいる。あー、ジェニージェニー来たよ来たよ、フィンランド来たよ来たよ、春まで来たよ。ハロー。再販のエルナちゃん、ちょっとシャイな女の子になりました。すごいすごい、超ふぶいてます。あー、すごかったね。ちょっとベビーカーあったらフリーなんだ、バス。すごい。エルナちゃん電車とかも全部タダなんだ。すごい。これからモールに行きます。ジェニーがタフだ、母は強しって感じ。寒いんですけど、寒い。ここはモールの中。あ、パン屋さん、パン屋さん、パン屋さんありました。わー、デパ地下みたいな感じで、外を歩かなくてもいいように中でつながって、モールとモールがつながってるっていう感じですね。デパ地下だ、デパ地下。ドーナツ屋さんですね。ドーナツ、ドーナツ。駅のコンビニみたいな感じ。キオスクじゃない、キオスキー、キオスキー、公衆トイレ。無印、フィンランドの無地に来ました。ここ全部フロア無地なの、すごい。イエーイ、イエーイ。いただきます、いただきます、いただきます。美味しい？サウナ？すごい。雪が溶けております。フィンランドに来てこんなにいいお天気なの、初めてなんじゃないでしょうか。まだ1週間しか過ごしていませんが、フィンランドは本当に平和でいいところだと思います。なんといってもカフェが多い。3歩歩けばカフェというぐらいたくさんあります。また電車、バス、地下鉄、トラムなどの公共交通機関がしっかりしているので、住民が安心して利用しているのがわかります。ストアなどの料金も税金込みの表示価格なので、特に料金が高いという印象もなく、レストランなどチップの習慣もありません。外は寒いですが、室内は暖かいし、またハワイで一生懸命働いてフィンランドに遊びに行きたいなと思いました。さあ、いよいよ明日は帰国日。空港で泣いちゃいそう。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そして皆さんのコメントを待ってます。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。ジェニー、頑張ってね。頑張ってね。アレク、Thank you so much。泣かないの？いつもジェニー泣かない。後で泣くんだよ。はい。連絡するね。ロサンゼルスに着いたらフェイスタイムしよう。うん。バイバイ。バイバイ。My nights used to be for you, secrets only